赤木氏は日本の氏族。村上源氏赤松氏系統の赤木氏は、千四百四十一年の下キツの変の折に、当時の将軍である足利義則を、ハリ国の守護大名、武将である赤松三助が暗殺したことに橋を発する。時の将軍を暗殺したことにより、赤松氏の一族は各地に逃亡することになり、その内見まさか方面に逃亡して土着した一派が、 名字を変え、赤城氏を称したとされる。この系統の赤城氏の子祖は、赤城小品守るな王家とされており、その子孫である赤城丹波守屋実の代までは、出雲国小山城に居住したが、家実の代で、放棄に移った。内実の子である赤城八郎家久は、放棄から見まさかに移った。その後、一族は赤城屋足内足の子である赤城屋三郎と続いた。 三坂の赤木屋足と赤木矢三郎は武功を挙げたと伝わっている。また、矢三郎は、毛利司方の武家で、三坂国柿和号を本拠とした柿和市に仕えており、三坂工場における合戦で、浮田市の軍勢と交戦し、1580年に、ち死にしたと伝わる、この赤松市系統の赤木市の公園は、岡山県や広島県東部に多い。 韓武平氏流秩父氏の一族で、平武元の孫の秩父忠金が、信濃国筑間郡白川里に移住して、白川氏を称した。その次男、近忠が隣接する赤城号に分家して、赤城氏を称したとされる。鎌倉時代の上級三年、近忠の子、忠長が、上級の乱の勲功で、備中国川上郡穴、田号を恩賞として賜り、シンポジトとして移住し、 その後発展した。その時に持参した赤川脅し鎧は国宝に指定されている現在赤ぎ聖は宮崎県や岡山県に多く見られるせいで俳優の赤木春江もこの流れを自称する。一方、日向国の赤木氏は、湯気道ち京の子、一若に橋を発し、猛古襲来時に奮戦した河野道有などの河野氏の支流で、通時も河野氏の通座。 通を現在まで継承している。常時5年6月、河野道すらが宮崎軍に下着、その後数代を経て、河野井を守る正弘が、三股院高城の遊水村に居住して、長峰門を漁し、長峰とさ守ると称した。さらにその後数代経て、長峰現場上通り、高野台に、正木院三の山東方村赤木門を治療したので、孫の通信から、 赤岸を称するようになった。赤岸の小林号への移住時期は明確でないが、真方村の邸宅の斜め向かいに、地頭刈屋が置かれたこともあり、江戸時代を通して、小林号の合志都市寄りと、会唱5名のうちの1名を占めるなど、小林号における名家の一つであった。男子がなかったため高岡里の黒木と様守モルの次男、清兵衛が養子で入って通り衆と名乗り、通り衆の子。 通り婚の次男、通り塔が、法営五年三十五国をもって、細野村水落ちに分家した。その後、分家から出た通園は、平田厚種の文化生となって、国学を治め、天保初期より資料を収集し、明治四年まで、約四十年にもわたり執筆して、郷土史、小林史を表した。また、明治六年霧島新神社と、ひ森神社の合詞の際には、 宮崎県庁から手続きに慎重を期すためとして、意見を壊れたほどの学識者であった。文家は、明治10年頃土地を広げて、かなりの地主になったが、通農の第二、鹿児島の県岬崎市への保障などのため財産が激減。通農病没後の明治27から32年頃5日、町の間に移転した。通能の長男、道重は、増資官を卒業し、 西諸方軍初期を経て、小林村議会議員に6回当選。明治44年には、宮崎県議会議員となり、大正10年から小林町長を2期半10年務め道路整備と神社改修に尽力した。赤木本家は、江戸時代最高時には61国、幕末では本家、文家とも50国を有していた。松江藩の藩士にも赤木氏は存在し、 明治元年武漢では、赤木文左衛門と赤木内蔵が過労に準ずる立場の重臣であるご中老の価格に位置づけられている。また、福山藩の藩士にも赤木氏は存在し、こちらは赤木平太兵衛が勘定人の役目に赤木あえ門がケミ役人の役目に位置づけられている。ありがとうございます。